さっきの交差点からも分かると思うんだけどね。こっからはいかんの。ここ先だろうね。入るかな。2016年7月24日、池袋を出発した奏香織さんは、55日目の9月16日の夜、ついに歩いて熊本に到着しました。山川に戻ります。でかいんだね。重からで戻る。うわ、いっちゃあそこが止められんね。くるみさんから頼まれてたんで、はい、あ、そうなんですか。ぜひ会ってください。あ、全然、あ、ピントが合ってない。あ、本当ですか。会えました。はい、ありがとうございます。頑張ったね。はい、頑張りました。なんとかこれからもまだ、はい、素敵なんですけど、頑張って。はい、ありがとうございます。11月3日にあの熊本大学の学園祭に出る打ち合わせがあるんです、ね、で、それも旅の足のまんま行こうかなって、はい、お昼過ぎぐらいに、それ回れるだけ回って、で、それ打ち合わせ終わって実家に戻って、それから次の日東京帰る、うん、一旦は、はい、ありがとうございます。たくさんの人の思いを故郷熊本に届けたマケンバイ熊本応援歩き旅、まだもう少し旅は続いています。